愛好宿愛好宿愛好宿の一大三道。愛好宿は現在の神奈川県厚木市愛好に位置する大仙道の宿場。まんじゅうやきちんや荒野などが並ぶ小さな宿場であった。愛好は厚木市の南西部に位置する地域である。付近はほぼ平坦な地形であるが、大地の末端には一段高くなった断球面が細長く存在して起伏に富んだ部分がある。 古墳時代から人の活動が確認されていて、すでに消滅したものも含めて5期ほどの古墳が存在している。人々は古墳の下を流れる玉川沿いで濃厚を営み、この大地の末端部に集落を形成して暮らしていた。この地域の名称は愛工軍の軍名に通じている。大隅軍と皇座軍との道が開かれ、ここに愛工軍の軍家が設置されたためこの名が起こったとの、 説がある。別の説では、あゆのかは、あいかわが転じたものともいう。およそ千二百年前、この地は、あい六号のうちの玉川里に属していた。後にそのうちの上、ちの付近が、あい里、片平付近が、片平里と,と呼ばれるようになった。反連州地方に破綻が生じて有力者の、根伝主義が許されるようになると、当地にいた武士たちは土地を開拓して、 私有の田畑を開いた。さらに一族をその住民となして、荘園が流行する時代になった。愛好の地には、鎌倉時代初期に武蔵横山等の一族である山口貴賢が、長男の義久、三男北貴氏を廃して愛好省を開いた。末高の名は、1180年の東明の記述が書室である。鎌倉幕府が開かれると、愛好軍は、 大江広本が領する地となり、毛利省と称された。愛好は、下毛利省の一部となり、山口義久と弟の末高は、愛好氏と名乗ってこの地に屋敷を置いた。末高は、愛好三郎とも呼ばれ、夕食古日に通じている上に、弓の名手としてもその名を世に知られていた。愛好氏は1213年の和田合戦で、和田氏に味方して敗れ、 末高の長子小三郎紀通などの一族が討ち死にして、没落の道をたどった。鎌倉時代末期になると、藤原清俊氏という人物がこの地方の地頭となった。清俊氏は紀州熊の山領を得てこの地にも熊の三社を祭り、別当寺として日光山愛好寺を置いたが、この寺院は明治初年に廃寺となっている。南北朝時代から室町時代に入ると、 関東地方一円は足利市の支配するところとなった。室町幕府の衰退から戦国時代に移ると北条氏が関東を平定し、愛好村は内藤左近将軍慶定の治療する地となった。江戸時代には当初松平山と守がこの地を漁し、1811年に石川、若林、 当の三期本家が事業するところとなって1868年の反赤奉還までその状態が続いた。愛好には大賛同が通り、人抜義律の立場が2箇所にあって、伊勢原塾と厚木塾へのそれぞれ有益となっていた。考察場は上愛好、宿、片平の3箇所に存在し、村の西側には関東取締りの順剣道も通っていた。愛好塾は、 人馬の次立で賑わいを呈していたものの、平塚塾の貸スケ号を命じられることがあったため、その経費は村ですべて負担せねばならず大変な迷惑であったという。愛好石田駅から厚木方面に少し戻ると、宿愛好交差点がある。宿愛好の宿は集落を意味する言葉で、自治会や商店会の名称にもその名残を留めている。なお、 愛光塾には1877年に、集落39個のうちほとんどを消失した火事を、はじめとして、たびたび大火災があったため、古い文献はほとんど残っていないという。厚木の大見商人厚木市文化財、協会、2002年、2ページ。本当に歩く大仙街道株式会社風神社、2007年。ABCDEF 厚木市文化財協会。 厚木の地名厚木市教育委員会、1996年、65から69ページ。厚木市文化財協会、厚木の古墳厚木市教育委員会、1998年、260から261ページ。ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 厚木市,市編纂委員会、厚木風土記厚木市編纂委員会。 1970年8から11ページ。金子つとむ大仙道根尺神奈川新聞社。1985年231から235ページ。ABCD 厚木市観光制作課、厚木の観光ポケットブック。厚木市観光制作課、2008年146から148ページ。ABC 厚木の歴史探訪15道と。 同票厚木市文化財協会2012年13から14ページ。宿愛好商工振興会。一般社団法人厚木市商店会連合会。2017年3月26日閲覧。宿愛好新自治会館が完成防災、防犯の拠点にも。タウンニュース厚木版。2017年3月27日閲覧。厚木市編纂委員会。 厚木風土記厚木市役所、1975年、118から119ページ。AB、厚木の歴史探訪4寺院厚木市文化財、協会、2006年、24から25ページ。厚木中世市は、厚木市編纂委員会、P47 から48、文化財散歩ガイド厚木、厚木市教育委員会、P78 から79、 厚木市文化財調査報告書第38週厚木の古墳厚木市教育委員会1998年261ページ厚木の歴史探訪6記念碑厚木市文化財協会2008年20ページ ABCD 伊勢原市編集委員会伊勢原市市通史編近世伊勢原市2010年696から698ページ ありがとうございます。